続編も承知しました。見た最終回衝撃の視聴率 40%。松嶋菜々子主演の日本テレビ、家政婦の見たの最終回が21日放送され、平均視聴率が関東地区で 40% だったことがビデオリサーチの調査で分かった。今年放送された全番組の最高視聴率で、ドラマで 40% 以上を記録したのは11年9ヶ月ぶり。21世紀初の 40% ドラマの誕生に、年間視聴率8年連続3冠が目前だったフジテレビなど各局に衝撃が走った。奇跡の 30% 超えか、と注目されていた、見たの最終回は、現在のテレビ界の常識を覆す衝撃的な数字を叩き出した。関東地区の 40% をはじめ、関西地区で 36.4%、名古屋地区で 34.6% を記録。テレビ離れが指摘される中、誰も予想できなかった数字。瞬間最高視聴率は関東地区 42.8%、関西地区 39%、名古屋地区 36.7% で、いずれも番組の終盤。松嶋演じる家政婦の三田が、派遣先の明日だけの次女、キーを抱きしめるシーンだった。ドラマでの 40% 超えは、TBS で2000年3月に放送された、ビューティフルライフの最終回 41.3% 以来、現在の調査方法になった1977年以降、NHK の大河ドラマと朝の連続テレビ小説を除いたドラマでは歴代5位タイとなった。松嶋は、ずっとやりたかったオリジナル作品でこれだけ評価いただけたことが本当に嬉しいです。共演者、スタッフ、見てくださったすべての方々に感謝します。ありがとうございます、と無表情な役柄とは、打って変わって喜びを爆発。脚本家の湯川和彦氏は、あんなに情けなかった一家がこんなにたくましく成長するだなんて3ヶ月前は誰が思ったでしょうか。出演者、スタッフの皆さんと一緒に仕事をできたことを本当に誇りに思います、とコメントした。制作サイドは以前から、一人の女性の再生を書き切りたかったので、三田がこれからどう生きていくかは視聴者の方に想像してもらいたい、と続編も映画化もないと明言していた。しかし、局内では、若者のテレビ離れが進む中、考えられない数字、と驚きの声で溢れ返っており、続編や映画化を検討するよう上層部から指示が出る可能性がある。驚異の数字を叩き出したことで視聴者からの強い要望も寄せられそうで、続編について制作陣が、承知しました、と見たの名文句で返す日も遠くないかもしれない。